合金装备和平行者，大家好，我是谷歌。哎，很久不见啊，并且这个坑也是很久来填的。哎，合金装备和平行者，这个看过我之前没做完的那个节目的话，这个大家应该是已经是有所了解的。哎，这次呢就和当时制作 Alan Wake 一样，那个重制版的 Alan Wake 一样，是想要抱有一个制作一个完整又完美。当时是因为坑下，是因为想的会出中文版嘛，而且这个和平行者确实翻译量非常大。哎，像这个。一个人实在是能力有限，那么现在我看来也不会再有翻译了，所以哎，我们只能自己来。哎，故事发生在这个1974年哥伦比亚，哎，就是中南美那块了，哥斯达黎加。哎，看到这出现各种名字，其实都是这个游戏中的这个。名声优，哎，这个合金装备就是也是一大卖点啊，这个各种这个大牌声优，大众方中卖人，哎，这些角色不知道大家有没有，大众方中这个配过的好像不多，卖人就是给自来也配一次，还有刚才这些是在合金装备四中，哎，也是有登场的，这个人物属于相当修复偏好的。哎，我们看到现在这个大众迷夫，哎，在日版中给这个 Snake Big Boss 配音。お手汗お願いします。哎，这个字幕咋成这样了？哎，这个我把多余的部分都裁掉了，不过这个教学嘛，还是应该做做，我觉得还是比较有意思。哎呦，哎，这个小兵很可爱哦。参加してくださるぞ。ボス、よろしくお願いします。敵地で最も重要なのは状況の把握だ。どこを見るか。いかに早く目標を発見するかが生死を分ける。そのためにまず中視点の移動を体得するんだ。中視点の移動にはカメラボタンを使え。今から私の指示した方向を見るんだ。上を見ろ。よし。下を見ろ。よし。哎，前面这些部分其实就是给你做一些最基本的教程。其实前面这个教程还是比较有用的，因为其实不管你是这个初学者，哎，合金装备这个第一次接触的玩家，还是说以前已经玩过合金装备系列的玩家，哎，这个教学其实都是比较有必要的，因为有一些变动还是比较重要的。哎，这个视角的操作基本上和这个合金装备 OPS 这个掌上行动的操作是一样的。哎，接一下，但是除了这个视角键以外，其他的这个都是有些区别的。哎，我最喜欢的事情就是拿这个防狼棒来戳他，非常可爱，自行抽出。自分に最も馴染む方法を選べ。次に姿勢変更の方法を説明する。哎，这个就是已经和前几座的这个合金装备的这个动作不一样了。姿勢の種類は立ち、しゃがみ、ほふくの3つ。姿勢の変更にはしゃがみボタンを使う。しゃがみボタンを短く押すと立ちとしゃがみに姿勢が変化する。それぞれの姿勢で移動も可能だ。しゃがみボタンを長く押すと押している間はほふくする。ただし、ほふくしている間は移動することができない。繰り返す。往復中に移動はできない。注意しろ。哎，这个就和历代的合金装备不一样了，匍匐状态下是不能移动的。哎，也只有这一代在匍匐状态下不可移动。哎，因为如果要是可以移动的话，可能有一些这个障碍物啊什么的，就可能无法穿越。哎，本身看起来可以穿越，无法穿越的话，哎，大家可能会觉得不太合理。少し入力すればゆっくり歩き。多く入力すれば速く走る。哎，这一点的话和 OPS 不太一样，哎，是靠推动摇杆的这个幅度，哎，其实也是有点区，有点像的，在 OPS 上面推，轻推摇杆，还有这个也是可以，还有就是按住行动键也是可以这个慢速前进的。では次にローリングの訓練だ。哎，翻滚的训练，翻滚的这个动作呢，历代里面应该是按这个蹲姿，轻按蹲姿键，然后是可以翻越的。但是在这一代里面，这个操作有一定的差别。哎，我选择的是和 OPS 那一代的这个操作是很相近的那种操作。哎，是短按这个攻击键。哎。就是这样，但是刚才耍耍他，我挺喜欢欺负他的。哔哩哔哩哔哩，你走。
では打撃攻撃について説明する。とっさに敵に遭遇したとき、武器を持っていないとき、弾切れを起こしたときなどに役に立つ。この攻撃が正確に決まればどんな相手でも立っていられないだろう。这是合金装备2里头就有的动作。では私の号令で攻撃ボタンを続けて押し、相手を倒せ。始め。お願いします、ボス。就是基本的拳脚攻击，非常蹩脚的一右拳左拳，然后一脚。ボス、お見事でした。次にスタンロッドの訓練を行う。这个电棒、防狼棒就和合金装备四里面的这个配备是一样的。和以往的历代里头都不一样，就是他们本身是装备匕首，而在这个和平行者和合金装备四里面就换成了这个非杀伤性的这个电棒。疲れた方はその効果を自己申告しろ。ではスタンロッド攻撃訓練用意。始め。ボス。お願いします。由于这个是有自动瞄准和手动瞄准两种，所以在换成防狼棒的时候，千万一定要记住，将如果你要是之前换成是手动瞄准的话，一定要换成自动模式，不然你可能这个尤其是比较被围攻的情况下，要想用防狼棒快速将敌人撂倒的话，重要。CQC 是这个合金装备三引入的系统，非常好用的，应该说是引入了以后就这个让人有欲罢不能，只要学会了用，知道用的话就有点让人欲罢不能了。很长时间没有说节目啊，这个口齿也不是很好，然后这个也不太灵力了。Icon が出ているタイミングを狙うんだ。では、私の号令で相手を投げてみろ。始め。在进入 CQC 可使用范围的时候会有操作提示的，像这样。如果是 CQC 还记住是推住摇杆键然后按方块。これは CQC の基礎だ。相手を拘束するとそいつの運命はお前の手に落ちる。其实就是这个你可以抓住敌人了以后，把他这个就像抓俘虏一样，那种我们经常在电影上可以看到。始めよう。相手を拘束するには、相手の近くで攻撃ボタンを長く押す。私の号令に合わせて相手を拘束しろ。始め。ボス、お願いします。这一点就和这个合金装备 OPS 掌上行动不太一样，掌上行动只能从背后抓住人。但是在三代和四代中是正面和背面都可以抓住敌人。拘束した相手を投げ飛ばすには拘束中にアナログパッドを入力するんだ。私の号令に合わせ相手を拘束投げ飛ばせ。始め。お願いします、ボス。这个头摔的动作，这个好像是四代也有，也只有四代和和平行者当中有。抓住敌人了以后，推动摇杆键，可以把它撂出去。撂出去的距离可能要比你直接用 CQC 撂出去的距离更远一些，伤害也要大一点，是这个气力伤害，就是说可以把它打晕的那种。这里说到刚才就是衍生的一种用法，就是将抓住的敌人投掷出去，可以将周围的其他敌人这个你可以砸翻，造成这个体力伤害。この時他の敵に向けてアナログパッドを入力すると、その方向に相手を投げ飛ばすことができる。では号令に合わせ相手を拘束投げ飛ばすんだ。始め。お願いします。这次给我们了两个小兵，然后我们要抓住一个，然后扔向另外一个。这样好看，把两个都撂倒了。一开，是，我来说，我，哔哩哔哩哔哩，先把这个电倒了。ボス、違うのでは。ボス、ビリビリ、お見事でした。太可爱了，这些小兵。今日はボスが参加してくださっている。根性を叩き直してもらいたいやつは前に出ろ。ボス、本気でお願いします。複数の相手がそばにいるときは、次々と他の敵を相手にしなければ。这是一个在和平行者中的全新系统，就是连续 CQC。对于复数这个并且被围攻的这个近距离敌人的话是非常有效的招式。
是这样也是撂倒也是可以的。看到如果是周围还有在使用完 CQC 紧接着之后还周围还有敌人的话，会有这个操作提示，然后你继续连按方块键就可以将周围的敌人逐一全部都撂倒。这就跟他们多玩一会儿演示一下。接下来我们试一下一气合成，这样会把他们全部联系撂倒。这一套动作是全程也是无敌的，非常好用。只有让我们来一次，把他们集中一点。我想这个专业是想把他们撂倒以后一次垫俩，好像没成功。哔哩哔哩哔哩，ダメ。今日はここまでだ。ボス、ありがとうございました。兄弟们都累了，搞机搞了这么久，冒着雨。你们有没有发现我的这个和平行者毒环速度很快啊？哎 ，Snake 大众民夫，大众民夫啊！どうした、カズ？客人だ。撤収か。心配いらない。山田智和、カズ。弥勒给弥勒配音。俺が連れてきた。意向もない。ありがとうございます。看来这个 Snake 他们还在这个躲避这个 CIA。勝利のボス。いいか。这个很多人这个将和平行者的剧情与三代的剧情接起来啊，其实中间的这个和平行者的掌上行动也是有衔接起来的。这个为什么叫七国部队呢？这个和这个掌上行动是有关系的。不过我也这个适当考虑这个合金装备掌上行动要不要做一做呢？这个剧情也可以呢，这个应该是接起来的。所以我曾经看过有些这个合金装备的粉丝觉得剧情唐突，但是我看他的说明好像他没有提到这个合金装备的掌上行动，所以我觉得可能也有些人没有注意到。やはりコスタリカコーヒーはうまい。四大叔从一开始他的打火机就点不着。未来先生啊，このコロンビアに何の用だ？コスタリカ国連平和代表。斯内克的这个直觉非常准，听口气就知道这个斯内克对这个人有排斥，不太喜欢他。実は一年ほど前からコスタリカで武装集団を見かけるようになりました。もちろん正規軍ではありません。コスタリカは軍隊を持たない。ねえ、憲法十二条、常設の組織としての軍隊はこれを禁止する。平和憲法。ニカラグアから逃れてきた反政府組織じゃないのか。いやいや、ゲリラには見えません。もっと組織的です。コスタリカ政府はなんと。政府の見解では、コスタリカ開発公社に雇われた多国籍企業の警備員だと。もちろんデタラメです。彼らは最新鋭の兵器や設備を大量に運び込んでいます。どこからそんな資金が？おそらくラシーアが関与しています。CIA。CIA。知道那可是冷战时期啊！这个扯上 CIA 或 KGB 的话，那事情肯定这个不简单。キューバ危機以降もアメリカ合衆国との繊細なバランスをなんとか保っています。古巴危机、导弹危机嘛，冷战就是以古巴危机为导火索的。私たちは銃を握ることはできません。日本にも平和憲法と言われる第9条がある。軍隊を保持しない戦争の放棄だ。あなた方は国家や思想によらず。这个弥勒是日本人，但哦，他是这个混血啊，对。我刚想说他是这个好像日本人，但是为什么却看起来像外国人？国境なき軍隊に。他是因为这个哥斯达黎加是这个受，因为本身没有常驻军队，但是又受到了其他这个军事力量的骚扰，所以想要求助于这个 Snake 的这个七国部队。也是有这个丰厚的报酬。カリブ海沖にある洋上プラントを提供できます。
いいじゃないか。ここもヤバくなってきたところだ。スネーク、俺たちには落ち着ける場所が必要だ。非公式ではありますが、政府の協力を取り付けました。できれば移動用にヘリがいるな。掛け合いましょうか。待て。俺たちを戦争の犬たちか何かと勘違いしてるようだ。这个米勒已经高兴开始跟他们谈交易了。私はそう聞きました。是 Snake 他这个将大家召集起来建立的这个齐国部队，可不是为了干这种事，用兵的这种事情。助けてください。いいか。奴らが絡んでるなら力では無理だ。政治で解決するしかない。国は動けないのです。帰って政府のお偉方に伝えろ。知り合いのネゴシエーターなら紹介してやると。他不会说是 Zero 上校吧？いえ、私は政府の代行で来たわけではありません。じゃあ何のために？私は大学で数十年にわたって平和を説いてきました。今夜ここには教育者として来たんです。私の教え子。还是个人民教师啊。大学で平和について学んでいます。名前はパス、パス・オルテガ。哎，水树奈奈配音。ラパス。和这个和平同音。俺と同じ。这个弥勒就开始套近乎了。俺は和平。日本語で平和って意味だ。よろしくパス。カズって呼んでくれ。结果就被无视了。哎呀，カリブ海の沿岸、プエルトリモンの北に彼らの資材搬入港があります。数日前、パスは行方不明の友人を探してその施設に踏み込んでしまった。そして彼らに捕まったのです。パスは16歳のまだ子供です。哎，这个是算是一点这个比较邪恶的互动。哎，再通过按这个十字左右的十字键，可以这个拉近，并且可以有这个透视的效果，来试一试。然后拖动上下的这个模拟摇杆，哎，还可以这个看视角。そのために生かされている。お願い、私の国コスタリカからあいつらを追い出して。悪いが、あなたをビッグボスと知っての頼みだ。哎，这个 Snake 说，你说他是 Big Boss， 就说明他当时这个算是隐姓埋名，这个离开了 CIA， 然后离开了美国以后，哎，居然被找到了。有人知道他的下落。哎，第一序章七国部队。现在呢，我们好像，哎，这个司令看来是接下这个委托了。哎，哥斯达黎加加勒比海岸。こちらミラ、スネーク、聞こえるか？哎，上来会有些道具可以收集。哎，这个我们看的有些人，有些同学可能玩的时候会发现，就是哎，这个看有些视频上这个弥勒的通讯是有声音的，但是有的时候却只有字幕，这是什么原因呢？哎，其实是在这个游戏是有安装的，在安装和以往的那些游戏上的安装还是有差别。像我们有些经常有同学玩盗版，哎，那些有些游戏要是装有不装都是一样的，因为都是安装在这个记忆卡里。不过这个合金装备和旅行者呢，他要将这个安装的这个有330和880的这两种大小的数据包啊，要是安装这个880的话，哎，这个除了可以提高一下读盘速度以外，还有个效果就是会有这些，哎，我们看到会有语音，哎，在这个通信上会有语音啊，不单单是字幕。哎，如果要是只装300或者是不装的话，哎，那样的话，哎，就有点阉割版的感觉了。哎，这里这个弥勒在给我们讲解，哎，说是各种操作，这些呢我们以后就不用他讲解了，我讲解嘛，所以我字幕什么也不做了。现在告诉我们看，哎，这个在站姿和蹲姿的情况下瞄准的时候会有一定幅度的自动瞄准。哎，这告诉我们如何切换道具，是按住圈键，然后是这个 L 和 R 选择看切换这个背包，哎，还是切换武器，这个手上装备。哎，这个我们现在配备的是 M16， 刚才这个弥勒也说到了，哎，拿到了手雷，
哎，在这里的话，我们的门是打不开的，任何手段打不开。但是我们刚才可以利用刚才的手雷，手雷直接这个举起，哎，会有这个抛掷轨迹，哎，然后在这个长按方块再松开的话，就可以抛掷的更远。哎，这就给我们解释到了。哎，这个其实我们在这里注意一下，合金装备《和平行者》虽然说是作为 PSP 的游戏，但是它这个很多细节上做的还是很不错的。哎，比如说像我们看这树上有这个椰子，哎，一枪还能打下来。有的时候你还能看到周围有蝴蝶，哎，那些蝴蝶都能打下来。哎，小岛秀夫之所以能成为名制作人，哎，就是因为他能在这些细节上下功夫。哎，我们看按我的这个操作模式下，按下 select 键，哎，就是可以切换这个射击。这个因为是无人的区域，所以我们可以随便的射击进行一下练习，操作的方面的熟悉一下。哎，射击游戏设计非常到位啊，照顾到了各种人。いや、俺はありがたく思ってる。サンヒエロニモとも縁が切れたし。本格的に傭兵ビジネスに参入できそうだしな。やっぱりあれか？あの人のため。哎，本来 Snake 是不想去做那种佣兵，去走狗的那种佣兵，但是这个弥勒呢，他又想做。但是这 Snake 为什么会接下这个委托呢？这里会有解释。哎，为了某个人。まだいるのか？ Snake、悪い話じゃないと思う。根なし草の俺たちに落ち着ける場所を提供してくれるってんだ。養生プラントだぞ。これを機に MSF を拡大できる。カズ、俺たちに安住の地はいらない。俺たちはこれまで通りノーマッドでいい。紛争地帯を渡り歩いてはその都度戦場に利用されるのが望みか。どこかに居を構えたりするとまさにその戦争屋になりかねない。聞いてくれ、俺たちは傭兵じゃない。外人部隊でもない。スネーク、MSF は新しいビジネスなんだ。ね、スネーク、奴らと戦争をしようというわけじゃない。その警備会社とやらの正体を突き止めるだけでいい。いや、調べるまでもない。奴らの背後にいるのは CIA だ。待てよ。そうなると。あの教授。能专门针对 CIA 的话，那只能是 KGB 了。俺たちはアメリカを敵に回すことになる。後戻りはできなくなる。葉巻に火がつかない。え？カズ、コーヒー入れろ。教授本人に聞いてみよう。这个 Snake 还是比较好奇这位教授的这个底细，想知道他到底这个葫芦里卖了什么药。哎，正好他的这个假手上居然有打火机。以前看来私はヘビースモーカーだった。打不着点不着的打火机居然让他给帮点着了。この義手をいただいたのだが、肺を患ってね。タバコをやめてからは使い道がなかったんだが、伝説のビッグボスにお会いできて光栄だ。そのコードネームはCIA がでっち上げたものだ。ではなんと、ジョンと呼べば。ジョン这个名字是，哎，在合金装备三里面是有说到的，他的本名就叫这个。那个 Snakes 这个名字也是当时这个在贞洁行动中临时起的。それなら、話が早い。無知のごとく痩せ細り、拷問のごとく熱き砥石。チリの詩人、ネルーダの詩。中米は北米大陸と南米大陸をつなぐへその緒だ。我々はここが欲しい。ここに社会主義国を作り、南北アメリカを分断する。アメリカは裏庭を失う。その生産、流通、軍事戦略的価値全てを失う。そして同時に我々は南北アメリカを社会に収める新大陸发源地。
乌坦也丰富，然后这个也是美国，属于美国建国这个战略要地啊。まずはニカラグア、親米派のソモサ政権を転覆させる。その準備として、我々は反ソモサ世論に拍車をかけ、そして反ソモサ勢力であるサンディニスタ民族解放戦線の支援を行っている。サンディニスタがニカラグアの親米政権を倒す、仕向けるわけか。革命が成功すれば、ニカラグアは社会主義化する。しかしアメリカも黙ってはいまい。まさに。だからこそ CIA が動き出したのだ。それがコスタリカの武装集団の正体だと。そうだ。ニカラグアでの我々の活動を妨害するため、隣国のコスタリカに軍隊を送り込んでいるに違いない。つまり、コスタリカに駐屯している軍隊は CIA 資本。そして CIA はそれだけではなく、ここで何かを始めている。何を？这一来一回的。それが知りたい。ビッグボス、あなたとあなたの部隊にそれを突き止めてほしいのだ。まずは彼らの陰謀を調査するため、パスが囚われていた沿岸の施設に行き、各拠点の情報を入手。そして奴らを追い出してほしい。俺たちに。他不想管美国和苏联这样的，他们这个大国之间的纠纷。さっきの作り話か。平和の話だな。彼女が捕まっていたのは本当だが、私が KGB であることは伏せてある。お涙頂戴の作り話で引き受けるとでも思ったか。いや、彼女に同行してもらったのには訳がある。彼女は何とか逃げ延びたが、彼女の友人はまだ生還できていない。なぜ彼女たちが襲われたか、そのヒントがここにある。おそらく、見てはいけないものを見てしまった。いや、聞いてはいけないものを聞いてしまった。コセットテープ、これは彼女のパスが施設から持ち帰ってきた。写了索尼。このテープはパスの友人が偶然録音したものらしい。なんだそれ。ステレオカセットプレイヤーだ。携帯型としては世界初。最早の随身听。それなら日本で開発中だと聞いたことがある。東側でも開発が進んでいたとは。これを聞けば気が変わるはずだ。これ。ケツァール、火の鳥の？パスの友人は鳥の研究をしていた。森で鳥の声を録音中に何かに出くわした。え、好像可能是他们把什么这个声音给录进去了，所以才被抓。俺のどこが？ここからだ。追い返せない凶暴な蛇だし、何よりさ、追い返す。殺さなければあなたが噛まれる。帰れ。ボス、声紋分析の結果、一人の音声は伝説の英雄であり犯罪者であるザ・ボスと一致した。什么感觉？声音好像。一人は不明。这个字幕有点慢了，是吧？三十代の女性。哎，跟上。イギリスなまりがある。浄化。背景に聞こえている曲は。1973年のヒット曲。国に忠を尽くす、それとも私に忠を尽くす。哎，这是核心装备中，核心装备三中的一个。私は。The Boss 的经典独白。自分に忠を尽くす。Boss がコスタリカで生きているとでも。私が知る限り、彼女はあなたと共に戦った上官。そして CIA の命令を受け、あなたが殺し、あなたは英雄ビッグボスに昇格した。亲手杀死自己最爱的恩师，对他来说简直就像噩梦一样。而且他还是没有明白他的恩师在那个时候死之前对他说的那番话是什么意思。どうします？
引き受けてもらえますか。スネーク、これは罠だ。やはり祖国に背くことはできませんか。スネークに说实在是没有办法拒绝的理由。ではこれはもういらない。待て、スネーク、あの娘のためだ。パスロ。なるほど、平和のために。哎，斯内克就这么上钩了。但是这个事情到底是怎么回事？哎，其实有的人总说狗血啊，这个哎各有所见嘛。我们慢慢看。哎，咱们客观的来做剧情的这个分析嘛。100个读者有100个 Big Boss。哎，这里的话弥勒的这些说辞我们就不翻译了。总之就是告诉我们尽量避免这个无谓的战斗，哎，然后这个悄无声息的这个利用掩体，哎，或者说是这个反正各种手段吧，哎，不要被敌人发现的情况下去通过各这些地方。我们是潜入，哎，并且是调查情报，并非是杀人。哎，右上角的这个声波探测器是这个合金装备 OPS 中的这个经典道具了。哎，在这上面属于装备道具，在 OPS 上面是属于这个默认装备。哎，这是一个常用技巧。哎，我们看到这些有这个声波探测器上有红色、蓝色、紫色，就是表示这个敌人离我们的距离。然后我们身边走动的时候会发出这个，看到上面有一圈波纹，就是我们这个声音的这个发出的范围。哎，这样我们就到达目的地，是一个这个通讯设施啊。哎，这个小岛修复出品。哎，这个小岛修复是作为这个主要的游戏制作人。哎，在这里一开始的话，左边会有这个叫什么？哎 ，books， 就是一个盒子 ，C box， 这是一个合金装备经典道具，它套的箱子就可以这个作为一个伪装。哎，这里有个敌人，其他敌人我们就不管，哎，不搞那么复杂。这个我也没打算玩高评价，哎，这个。咱们主要是剧情，就是咱们不要玩的这个太让人看不上眼。现在还没有回收气球，哎，到下一集应该会有。哎，另外一个这个巡逻到另外一头应该是没有注意到我们，我们赶快走。哎，这样的话第一关还是比较简单的，毕竟是序章内容，然后主要是在教学和剧情的这个背景的这个描述。捕虜が自爆した目標500の潜伏場所を特定。スピアの積み替え完了。アスケはポイントブラボーを通過。了解。アウト。哎，一个通讯兵。哎，这段还是这个，应该叫什么？和平行者自己独有的 QTE， 哎，也算是互动了。君にはどこに向かっている？中はなんだ？三角のイラス。そこに何が？这些 QT 还是比较简单的，连打，然后基本上都是按 R。飞过去这些高科技。发现什么了？哎，身上散落的这些东西通过漫画的手法表现出来，我们还不知道它是什么。哎，等会儿这个 Snake 会给我们说的。还有这个诡异的歌声，好像是天上飞的那个东西叫出来的。阿什利伍德是这个游戏的这个绘画，这些动漫画风格。哦，無線機を入手したのか。
音声移送を反転する回路を取り付けた。探知されないように周波数も定期的に変えることにしよう。这些照片都是谁呢？拠点地図も見つけた。武士は湿地帯から西のイラスへ向かっている。さすがだ、ボス。まず、フィルムバッジがあった。大量にだ。フィルムバッジ？放射線の被曝量を測定する。哎，这个东西，哎，我们经常在这个看这个切尔诺贝利的这个调查节目，看他们腰上系上别的一个测量放射性的，还有就是在这个福岛核电站的那个事件上，大家也在新闻上经常看到实地采访或者是记者，他们腰上都会别着一个那个探测，还知道自己是在辐射危险区域。小岛秀夫出品，核心装备《和平行者》。还是这个开头还是挺有气势的啊，扣人心弦。哎，这个过关评价并不是很高啊，这个时间比较长，四分钟以内的话会给 ES 评价的，其他都完美。哎，这个过了一关会给这些设计图，我这完完全是一周目第一次打的进度。哎，把这个最后这个通讯翻译也翻译出来了。ルートまではわからない。現地の詳しい情報が欲しい。スネーク。KGB 的教授は三叫教授的基本都不是什么好东西。ヤスはサンデニスタの司令官にコンタクトを取れた。サンデニスタはバックに KGB がいることを知ってるのか。いや、彼らは純粋に革命を信じて戦っているはずだ。KGB はあくまで裏支援。彼らに自覚があるかどうかは疑わしい。それにしてもこのコスタリカに核を持ち込むとはな。ああ、驚きだ。コスタリカはトラテロルコ条約を批准している。日本の非核三原則の概念に習ったラテンアメリカの非核化条約だ。核兵器の実験、使用、輸入、配備等を全面的に禁止する。明るみに出ればオパナルが動く。国際問題だ。そもそもトラテロルコ条約はキューバ危機への反省から結ばれたものだ。それを米州機構の中心であるアメリカが保護にするとなれば、ただでさえ火種の多いこの中南米に第二第三のキューバが誕生しかねない。一触即発の状態になるだろう。核が本当に持ち込まれたのなら、このまま放ってはおけない。何かの実験か、アピールか、あるいは演習吧、不是演習吗？そうだな。何のために核を持ち込んだのか。それは気になる。どちらにしろ教授の依頼は CIA がコスタリカでしている何かを阻止することだ。それを調べる必要がある。まずは準備を整えたい。カズ、そっちの補修状況はどうだ。ああ、急ピッチでやってはいる。今は痛みがひどくて地獄さながらだが、ボス次第で天国にだってできる。誰にも邪魔されない。どの国家にも縛られない平穏になる。俺たち MSF のマザーベースだ。ここを足がかりにあんたへのバックアップももっと強化できるってもんだ。このポンコツを拡大しよう。はい、那么好的、我们第一期的节目就到这里。